始まりました、はい、月曜リジンチャンプルお相手は鈴川サーとのサーキットお前だー,ー,ー,ーすずですよろしくお願いしますなんかベタな怖い話のオチみたいなこと言い出してるんだけど、ね、最近さ、うん、本当になんか怖い思いをしたわけよ、うん

して見てたんだけど、うん、その本当に次の日にちょっと夕方ぐらい、うん、1一人でなんかやってたわけよ。したらさ、うん、なんか後ろからもわかんない本当に聞き間違いかもしれないけど、うん、あのなんか貞子みたいな声でさああってなんか聞こえるわけよ、うん、でなんかはっと思って怖くて。 でも結構な尺で流れてるわけああもしかしたらこれ本当になってるかもしれないって思うぐらいの時間でも耳元ではないわけよんか後ろソファに座ってたんだけどなんか後ろで聞こえるわけよ左側から確実に左ってわかるぐらいなんだそうえ、何怖ーとか思ってでも止まってで怖かったから あのラジオを大きく流して聞いてたんだけどその後にお母さんと電話してたわけよ、うん、そしたらさお母さんの電話からもなんかあ,ーってあさっきの音が<ー>聞こえたわけ、うん、あーって、うん、お母さんが喋ってるんだよ喋ってるんだけどその 電話越しかからなんか聞こえるわけよお母さんの後ろに誰かがいるわけでもなくでもなくうん、うん、なんかテレビの音でもなくもう絶対さっきと同じ音なわけもうさっきからすずがずっと聞いてる音うんだけもう何もオチもない真相はないわけないもう何かも分かんない怖すぎてそれはもうそうなんじゃないのだよね めっちゃ怖かったんだけど、本当に怖。かったんだけど、さっき正直、オチはあれだと思ったわけ、うん、なんか冷蔵庫の音とか。ああ<ー>、なんか電子音っていうの、なそう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 なのかなって思ったけど。違う。オ、オチがない。オチがない。何にも、なんていうの、もう、それが聞こえただけ、もう怖いから、後ろも見れずに。ええ<ー>。もう、だから、お。何なのか、わからない。いまだに。すごいな。 幽霊だとしたらしつこくないちょっとなんか一回驚かしたらいいやにって思うんだからさそんなずっと何を伝えたいことあるかって思うけど一人でいるときだめだねだめだよねめっちゃ怖かった本当にどうしていいかも分からんしな夕方でもうそろそろ電気つけようかなってころだったけらちょっと薄暗いっていうタイミングもタイミングだしみたいなもんね <laughs> めっちゃ怖かったんだけど <laughs> なんかやったら森塩みたいなのだからね思ったんだよねあれってでもこうなんかやり方とかあるよ、ね、ある,よある間違ったやり方やったら逆に霊が集まるとかも言うしね怖、えー、一応そういうのはちゃんと調べてお札貼るなり森塩するなりはやった方がいいと思うけどあーまあね えでもでもさなんていうの、うん、なんか幽霊が、うん、もし本当にこうやって世の中にいるとしても、うん、なんかそうしたらさみんななんていうの絶対に驚かすさ幽霊、うん、怖いじゃんなんか普通の幽霊もいそうだと思うんだよねじゃあさっき幽霊あんまり信じてない派なんだけどあんまり信じてない派というか、うん なんかいろいろ矛盾していることが多くない幽霊ってうん、ほんとそうななか、なんで幽霊要はどんな形で死んだっていう人もいるさ<え>例えば海で亡くなった方とかなんで水着の幽霊いないわって思うしんで髪の毛長い幽霊多いわとか思うしなんか矛盾が多いわけよ。ねえ ちょっとぐらい面白そうな見た目の幽霊とかいても良さそうさ絶対いると思うわけよねだってちょちょっとさ不謹慎な話でもないけど、うん、例えば宴会中の一気飲みしてちょっとアルコール中毒で死んじゃった人は <laughs>、はい、もうちょっとなんか面白そうな格好してると思うわけノリ良さそうだよねノリ <laughs> <laughs> 良さそうな格好で化けて出ると思うわけうでもなんかそんなことないさ要はこのこういういわゆる心霊番組とかで写される写真とかでは、うん、だからいるのかなーって ちょっと思っちゃう本当にそうだよね都合が良すぎるそうそう都合がいいわけよでも今なんかサーキの話聞いて思ったけどそういうなんかノリのいい人はなんかすぐ成仏できそうなんかお別れなんかあの死んじゃったどういうことノリで成仏するってことあのいやいやいや一応死んだら話は変わってくるんじゃないでもなこう声って幽霊と して見えるってことはなんかああのなんていうの乗なんていうのあわかりよあれでしょあのわ、ー、かりよあのなんていうの怨念<に>みたいなこのあれでしょ古いにかけたってことでしょ要はそうそうそう,そう,そう古いにかけて残っ,残った幽霊が現世にいるってことでしょ<笑><笑>そう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 ミレが当たったみたいなス,スカッとしたやつはもうさらっと成仏するみたいなことでしょあそれだったら分かった分かるかもちょっと乗りよさそうなやつは確かに幽霊にはなってない、うん、そ,うそう。そう このこの世にはいないなってことだよそ、ね、そうそう,そうあーそれだったらちょっといるかもしんないね,んねなんか未練が残ってるから怖い感じで出てくるのかなーってちょっと恨めしい顔してるもんねうーん恨めし屋っていう名の通りうん、うんね、久しぶりに怖い思いしたなーちざっとする話かー見た次の日だったからさホントにタイムリーだったわけね本当にそうでもお そういうこと考えてたら普段気にならない音とかちょっと気になったりするよわかるするするあのさお風呂場の小窓とか超気になるああそう見たあとこの誰か覗いてるかもしれないとか幽霊的なものが出てきなんかちょっとモザイクかかったような窓越しにはっきり見えないけどなんかいるみたいな普段気にならないところが気になったりする詐欺だってそうで。一時期この松井ささんが このテレビ出て騒がしてたさ。ああ<ー>。あのお掃除が上手な人よ。<laughs> 騒がしてたさ。<laughs> はい、この人、出てる時さっき家のほこりとかめっちゃ気になったもん。松井坊。松井坊。セーブを作ってる人ずっと見てるから。<laughs> ほっこあんなーって気になってたもん。<laughs> ああ、やっぱそういう系か、そう思わないと、ねそ。そう、普段何気ないところも、こういう怖い映像を見てしまったから気になってしまうとか。ね、過剰にね。 やっぱなんかサーキーみたいな感じであんまり気にしないというか、うん、そうやって捉えられる人は見ても気づいてなさそう <laughs> でバカみたいやさっきとら見ても気づいてないってバカささげただの <laughs> 鈍感すぎるだろいやでもさすがに血みどろのやつが足つけてたら幽霊だってなるよさ <laughs> っきはそれはさすがになる <laughs> そっかうん,、うん、うんイケメンの幽霊だったら別にいいけどな あーあーまあまね怖くはなないかな確かに何かあの未練とかがあったとしてもいやめちゃくちゃ好みの顔だったりまあ確かに可愛いとかかっこいいとかだったら,、ね、とかだったら巨乳とかさ <laughs> スタイルめっちゃいいとかだったら全然多分気にならないと思う。確かにね ただただ表情とあの血の感じでしょうでも絶対やっぱそうだよね<ー>本当になんか全部<あ>話聞くやつも全部なんか怖がらしてる系じゃん幽霊が妻とかでしょ、うん、かわざわざ小窓から見る必要ないもんな<笑><笑>そう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 本当とにそう <laughs> あでもえーっと いろんな意見来てますな、ツイキャスありがとうございます。こんにちは、さあきさん、すずさん、つかぴさん、よりいただきました。こんにちは。よしひこ、あおひげさんから、こんにちは。ラップ音鳴るよね。あ、鳴る。うん。鳴るな、あれって、何なのかな。だからね。家でさ、寝てて、ミシミシとか。パチパチとか。わかるわ。あれさ、っき、電子音とかさ。家が鳴ることあるさ、家鳴りっていうのなんていうの。 柱がミシミシ言うこと,とかあるあ、うん、ただの自然現象だと思ってるけどこれも霊的現象でもあるのかな、うん、だからねすずもそれはなんていうのそういう自然の音だと思ってた、うん、さっきなんかシロアリーかなとかも思ってしまうのかあな食ってんのかなってちょっと思っちゃう霊的なものより <laughs> それの方が一応怖いっちゃ怖いさ一応怖い、ね、これそれの方が家崩れる恐れもあるから。<laughs> さすがに幽霊は家崩さんでしょ確かにねただいるだけだからねそう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 まだ何もしてない状態さえナナポンタさんかな「こんにちは来たよ」といただきましたありがとうございますスピーディー・ワンダーさん「怖い話今歌おうとしたら5分ぐらいローマ字歌うてんかった」えローマ字忘れてるだけじゃないみってなんわってつってんだっけ ななんだっけなんで <laughs> あーたまに夜中テレビが勝手につ,ついている時があるええー、それはさ結構やばいと思うけどなんか要は科学では説明できないことは怖いかもうんーそうね、うん、このテレビとかねテレビとか雑誌が勝手にめくれるとかシャワーが勝手に出るとか,、ね、るとか確かになんかよでも なんていうのお金かからないいたずらしてほしい <laughs> やるんだったら,水道,代ら水道代と電気代がしないでいな <laughs> そういそなうそうそうちゃんとこっちは見てからノズル締めてんだから出すなお金かかるいたずらやめてほしいよ <laughs> <laughs> あ、あ大城隈さんが<あ>さっきさっきが家が鳴ることないっていうねやなりって言うんだってその名の通り家が鳴ると書いてやなりえーっとやなりはに日本各地の伝承にある怪異の一つで、うん、家や家具が理由もなく揺れ出す現象<ー>理由ないんだあれってじゃ揺れてできてる音なのでことだっ で何のためにって思わんだからね幽霊サイド、うん、自分の存在を表してるってことなんかよく聞くのは気づいてほしいみたいなのあるよね、うん、なんか僕別な形があると思うんだよな,なんか毎朝机の上にどんぐり置くとかさ <laughs> なんかもっとかわいいので。<laughs> <laughs> こういう夜中に家揺らすとかじゃなくて玄関にどんぐりい個置くとか <laughs> でもどんぐりの使い道なくないないけどかわいいさなんかジブリみたいで <laughs> なんか幽霊っていう怖さはないさあーなるほどね次の日に個なってんなっ <laughs> 動物的なやつそうそうそう <laughs> みたいな <laughs> <laughs> お詫びなんでみたいなそう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 なんか気づいてください、ね、そうそうそっそう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 そいそうそうそうんうそ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 いそうそう 怖いよなんでここにあんのって思わず <laughs> さっき何すくったかなって <laughs> <laughs> か恩返しに来てるなってなるよななんか来てんな <laughs> 怖いわーあーテレビ系は怖いななんかなたまにさななんか、うん、なんていうのそんなことしたはずないのに、うん、なんか靴がバラバラになってる靴が揃ってたとかあ<ー>そういうのはさえ自分が無意識にやったんじゃないか思うんだよなえっ、ー、そう だってそそれは<あ>無意識にやってそうじゃない自分でえ、あお酒もわかるよ家事とかは何も考えないで自動操縦でやることあるからお前世っかずっと歯に何か詰まってるだろ <laughs> お前ずっと口もごもごして <laughs> こいつ絶対歯に何か詰まってるやつとずっと思ってたわけじゃ <laughs> すごい前歯が乾くのさっきから <laughs> 水の面 <laughs> 気になるわ <laughs> 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 <ー>大城さんからやなりの補足ねうん、うん、ちなみに現代でも温度や湿度などの変動が原因で家の構造材がきしむような音が発することをやなりと呼ぶ特に何、えー、て言うんう<っ>建材が馴染んでいない新築の家で起こることが多い、うん、だってえ作りたての確かにね 要はあれでしょ、うん、まだしっかりと立ってないというかうーん家が馴染んでないってことでしょえー、そうなんだだからさっき湿気とかもあると思うんだよなあーなるほど、ね、乾燥したのが急に湿気たらなりそうだしうーん湿気てたのが乾燥したらパキってなりそうだしね、うん、あまあ確かにねか説明ができることは割と怖くはないんだよなーあーじゃあ昔の家ほどじゃあやばいねなるんじゃんなってたらパキ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 なるんじゃないうーん うん霊的なものではないな。うん、妖怪はまた違うか。妖怪は違うんじゃない？妖怪はちゃんといたずらするのか。うん、なんだろうね。いや、なんかいるさ、えっ、ー、と砂かけババとか、うん、妖怪が。カッパとか？カッパも妖怪なの？なカッパも妖怪か。多分だと思うよ。あとは何？妖怪で言ったら何がいる？ えー、なん,なんだろうみんなが聞いてすぐ分かるような,なんていうの猫娘ああそれもそうだな,なんかあ化け猫みたいなそうそうメジャーな妖怪っていうのあそしたらキツネもだよねはあ<れ> <laughs> 違う <laughs> 違うお前,お前動物園でキツネ檻の中で見て妖怪だと思って見てたの <laughs> 違う違うキツネもなんかないなんか化けるあ,あれでしょなんだっけお前が言ったのあれじゃない尻尾が 7, 7本ぐらいあるやつでしょえそうなの

あの近所の砂かけババアよって言われるでしょ妖怪感はないよなまあ確かにね確かに誰でもなれそう誰でもなれる誰でもなれるって何だわなりたくないよや別にえ面白いな妖怪で今さあの検索したんだけどいっぱいいろんな妖怪いるんだねあベタにああいうのもあるさつくも神え 初めて聞いたまあ物をずっと長く使ってたらその物に魂が宿るみたいなねへー人形とかちっちゃい頃から持ってたそれもそうじゃない髪の毛が伸びる人形とかいるさあ,あれももしかしたらねつくもがみっていうのがついたとかなのかなーへ<ー>確かにいろんな妖怪いるわなんか害ない妖怪いっぱいんな <laughs> 本当に。えー、お風呂のアカナメルだけの妖怪いるぜ汚い。それ、なんていうの、あの水槽掃除する魚いるよね。ブ <laughs> ランな感じ。プラコ?。プラコだった。うん、プレコ。プレコが。プレコみたいな。<laughs> 昔のプレコ。全然がいないやついんな。ええ、それって、でも、アニメの中じゃないの?。いや、でも、要は昔から。伝えられてるってことは。 何実際見たなのか分からんけどでもさっきはさ思うんだけど妖怪ってもともと本当に砂かけるババアがいたから <laughs> そういうふうに伝わっただけで <laughs> あー普通の人がだんだんこう恐ろしいことになってってるというか,か迷惑行為された風呂場の赤舐める人がいて <laughs> そいつのこと実際にい いじってた人がこう広まって広まって妖怪化したんじゃないかなってちょっと思う、ね、妖怪扱いなんかやばい人扱いみたいな感じそうそうだって<怪>小豆洗いなんてさ夕 <laughs> 飯作ってるババアだろこれ赤 <laughs> 飯作ろううてう赤飯の下ごしらえしてる様を見た誰かが広めただけだろ <laughs> あれもじゃああの皿数える女ああいいるねいるねいるよねななんかか枚足りなかったら 十枚足りなかったらなんかく怒り狂うみたいなそうそういる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 。これはいるねこれも元々ある話だしねでもそれってじゃあ正直お皿が十枚揃ってたらどうなるのかな普通消えていなくなるんじゃない <laughs> <laughs> あったーってあったって <laughs> それって怒りたいがために出てきてるよね九枚ないところにさあ九枚しかないところに出てうんなんか発散してる感じなんかよ全然なんだば なんだばって思うやついるよ <laughs> えっとね妖怪足長手長足長手長手なんだと思う <laughs> 足長手長なんだと思う妖怪今<え>妖怪の図鑑見てんだけど妖怪足長手長なんだと思うなし人うんあのね足と手がとても長い妖怪だけだけ嘘でしょ <laughs> <laughs> でこれマジいたんだって実際足と手が 超長い人が、うん、であいつ、うん、足長手長だなってなって <laughs> ただそれが妖怪みたいに伝わっただけってなるほどねそれか足あのそれ見て,見て、ね、足長手長ってなってあの人間っってなったよ、ね、そうそうそうそれでただいるやつなんでもないやつをこう恐ろしいように伝わってるだけだって絶対確かに意味わかんねんめっちゃあるからねマジで。 ね、妖怪はねほんと何のためにいるんだろうねうんでもまあ面白いけどねうん、うん、ちょっとああこういう妖怪いるんだーって楽しいけど今のところマジで説明できるやつばっかりなのマジでそっか天狗とかもねああそうだね妖怪だもんねうん,うん、うん、ああいろんなのいるな確かにねああ でも全然説明できるやつ捧さげえ、じゃあさ、あのなんかよくあれがあるさ、悪魔払いとかあれも信じない派うーん、だとしたらようん。わからん、全否定じゃないけどいるとしたら、なんで日本に来ないのかなって思うまあ確かにあるのかな、入国審査みたいなのが この例界の厳しいのかな <laughs> 不正入国もそうそうビザ取りにくいとかあんのかな <laughs> それだったらまだ分かるわけさっき確かにこのだから矛盾してんのが気持ち悪いというかう<ー>んなんでこの海外のこの地方にしか出てこないばって思うし確かに確かになんで幽霊は幽霊で日本にしかいないば妖怪も日本にしかいない場ってもちょっと思っちゃうわけうんでもでもさなんか結構すず調べたことがあって <うん S 2> それで本当に<う>んなんていうの 映像とか、うん、で作り話かもだけど、うん、映像とか写真とかがあったりするわけめっちゃ昔のああ代の絶対合成とか技術がない時代のそうううそうそうあそれは一応分かる不思議なんかさ人が浮かんでるとかあたまたまジャンプしたとかじゃなくて、うん、なんか髪も別に荒れてないしみたいなあそのままの形そう昔のはちょっと気持ち悪いねね<え>昔のは気持ち悪いとかさなんかこの乗り移ったら声が すごいなんか怖い声になったりするさいや絶対この少女の声じゃないっていう声でしょああそうだね説明できないことは怖いかもなあ長谷川さんが、うん、なんださっきが「うん、いやなんで日本には日本のしかいないば」とか「<laughs> 海外には海外のしかいないば」ってなってた、うんうん、それが自爆霊だからっていう意見がて。はどう,いうこと地爆霊って何要はあれでしょこの地に 気持ちが強すぎてここしかいられないっていう状態ってことでしょああなるほどねなるほどねあ、それだったらさっき全然しっくりきた、まあ、確かにそれだったら全然しっくりきたわえじゃあでも悪魔系は結構いろんなところにいるさアメリカとか、うん、なんかイギリスとかわかんないけどそっちはなん,なんていうのそっちらへんだったらいいのかな要は日本でいうこところの悪魔って日本でいうところの幽霊さ <laughs> うううんあーそういうこと要は掘り深い人が死んで、うん、<laughs> 幽霊になったのを悪魔って言ってるというか幽、ね、幽霊霊、ね、悪魔は堀深い幽霊あそういうこと。 もう何言ってだからさね <laughs> 言葉で片付けようとして何言ってるか分からんくなってきたね <laughs> でもこうやってやっぱ考えたら、うん、あよかったーって思ったなんかもうああそうでしょ本当に怖かったわけよもうパニックで理由が分からんもんねそうだし本当にいつも割と育ちのおうち静かだわけど結構防音っていうか<ー>外の音も全然入ってこないお家だからお前の家の隣の家2キロ先にあるんだろ <laughs> <うわ S 1> 周り何もないんだろう <laughs> 違うわ なるんだお前なんどんな村よ。<laughs> 一応村に住んでるけど。<laughs> まだまだ物物交換してんだろうお前なんかそそ。最近お金っていう存在したんだろ <laughs> いや。違うわ。<laughs> 静かだわけ。そうだから、うん、そういう音なんていうのいつもの音はわかるさ大体。うんキシキシとか。うん、でも本当にあの音は。うん 初めて聞いたからさ怖かったんだけどでも何かしらの音だったんだろうなって思えばそうだなって思わないともう怖いそう気のせいっていうことにもしないとちょっとやってられないところあるからさっきも言っと怖いのあんまり好きじゃないからそう何でも片づけられるようになるのが分かんないですよいったん CM いきましょうはい1旦 CM です この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。 はいどうもリップサービスですえ、森さん今日も顔が大きいですねいや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいお前良い品たくさん並べたのかあ今日も滑り知らず当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで今日も報復絶当間違いなしえ、絶当ってお客さん倒しちゃうんですかそうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋とバカ良い品をいつも安くビッグワン ビッグワンでの買い物楽しみだな、ええ、22円あ、ヤンキーだだ、陣借りよういや、僕今日お金は持ってないんですよほらよや、今からビッグワンで買い物する人が陣持ってないっかやだ、持ってこいいや、本当ですビッグワンは現金がなくてもエリーや英雄オレットでお得に買い物が楽しめるんですだ、やり方ならよし、なお、いつも安くビッグワン さあやっておりますキッズオリじゃあカフ上げようと思ったけどお前がずっと商品のディスリーをしてたからいやディスリーではないよ音声のけら味の話してましたねそうそうなんかちょっとお酒みたいな味するなと思って入ってないけどね新商品のドリンク飲んでてねそうそうそうさっき昨日さあの飲んでて家でよ 結構ラジオの前日に何の話しようかなって, <laughs>、うん、って考えるわけさ、うん、飲みながらやってたから忘れそうと思ってメモ書いた,メモ書いたんだけどなんか真意をついてるなというかさっきこれマジ当たりだと思うんだけどちょっと3つあるんだけど「おー何々いえーうん、ブスは美人」って言われがちっていうえ意味わかるうういうことブスって、うん 美人になれるる可能性があるという,かうん、うん、例えばさ、うん、日本ではブスだと言われてるとしてもあ<ー>アメリカ行ったらめっちゃ綺麗とか美人とか言われるパターンが多いさ確かに、うんうん、ブスって美人って言われがちなんだよ <laughs> いや日本では可愛いが正義だなと思って <laughs> ああ<ー>日本で可愛いって言われてる人が本当に可愛い 美人って言われてる人はそうでもないって思った方がいいかもしれんああなるほどねかわいいと美人は違う違う美人はちょっとブスなちょっと部分があると思うあなるほどね何々美人みたいな性格美人みたいな感じとかもあるしんか要は「ひとえだけど美人ですね」って言われるかもしれんけど「かわいいですね」ってあんまり言われることないさあ確かに。だから なんかブスと美人って紙一重のような気がするわめっちゃなんかスタッフさんみたいなだからよあこれですこれですあれこれこれありがとう <laughs> 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 ブスと美人の話してたらツイキャスが落ちてるの全然気づくなっ,た <laughs> って思ったわけなるほどね,ごめんね面白くも何ともない話なんだけどえでも確かになんかさ、うん、あの性格かわいいよねとか言われないもんねあそうそうかかわいいって でも、うんなんていうの,あの日,本人なんか日本人っていう言い方ではないけど日本の人たちはやっぱり多数派が多いから誰かが可愛いって言えば可愛いみたいなところもあるよねでも、海外とかだとなんかあのお自分は可愛いと思うみたいな言い方をするじゃん。

火曜日のオリジンアワーをよく聞いてるんだけど。<laughs> 好きだよね、本当に、ね。本当にさ、好き、好きでよく聞かせてもらったけどさ。<laughs> うん、やっぱ、しょってずるいなって思う。<laughs> なんで、あ、じあいつからいいわけよ。<laughs> かわ、可愛い。聞いたことある放送とか。なーい。ノーブレイキさんのやってることに対してのコメントが。<laughs> あれ、あいつモテる女の発言だわけ。なんか。<laughs> なんかさ、例えば、例えばノーブレさんが話してあ、ももうう失後輩のさっきが言うことじゃないんだけど例えばたまによくわかんない話の展開になっていくことがあるわけでもそれをちゃんと「何言ってんですか?」って叱った後にでも面白いって言うわけよ祥でも面白いよその発想面白いって言うわけあいつ一回突っ込んだ後にちゃんと褒めるわけさそうちゃんと笑うめっちゃ笑うしさ めっちゃ笑うしさ <laughs> 多分たまにさ「お前意味分かってんだよ笑ってるだろ」って思う時あるよ。<laughs> なるほどねでもそれがとっても可愛いわけ。え<ー>聞いてみてずるいと思うよなんか。合わしてる感があるってこと合わしてる感。素で やってるのが可愛いってことあれは素じゃないと思うああ、もう計算あれは素じゃないと思う<え>あれ素でやってたらすごいよえー、うん。まあ計算っていうかなんていうのサービス精神が強くてあ、だと思うあの喜ばせたくて,てあと、うん、人に嫌われたくないって思いが強いんだと思うなるほどねとにかく褒めとこうみたいななんていうの <laughs> 相手を 嫌な気持ちにさせないどこっていう気持ちが平和に行こうみたいな笑っておけば平和だからなんかいいキャラだなだってさっき将校がいるお店あったら行ってきたいなって思ったもんホンのホストもうそうだねあれはあれはいいな意外とキャバ向いてるかもね向いてめっちゃ向いてると思うよめっちゃ向いてると思うよ 聞いてくれるし叱ってくれるとこは叱ってくれるし。そうで、あのもう本当に何様って感じで聞いてください。たださっきは思ったこと言うだけだから同級生のね上手なのが男心をくすぐるのが上手なんだろうなって思った。ええ、例えば？例えば例えばさノブレキさん、ショコのオリジンアワー、トーマショコのオリジンアワー。だけど一応大城さんもマイクで喋るわけさ。 うん、なるほどねで、たまにさ、たまーに皆さん、あのー、今後さ、私が言ったことわかると思うんだけど、うん、この生放送中にノーブレイキさんがちょっとセクハラまがいの質問したりするわけ、証拠、はいはい、にさ、うん、例えば、この後どこかでデート行くんだろうお前とか、うん、その綺麗な格好してデート行くんだろうって、うん、もうし、もうずっと喋って、えー、そんなことないですよやめてくださいもう大城さん助けてって言わけです <laughs> 要は男に責められてるのを強く否定しないで他の男に助けを求められたらその男は助けようってなるさまあ、確かにねでこの話もなくなるさちょっともうやめてやめなさいやめなさい大城さんも実際に行ってたわけさこの前の <laughs> この後デート行くんだろうってノーブレさんに責められてた時に大城さん助けてって証拠が言おったわけさそ、うん、したら大城さんはこんなに言ってたら僕とデートに行くみたいじゃないですかってちょっとまんざらでもなさそうだわ。<laughs> あ、なるほどねそうそうだからでなってくるとはい、はい、強くも否定されなかったノーブレーキさんも嫌な気持ちにもさせてないし、はいはい、頼られた大城さんはもちろんいい気持ちさ結果もうサークルの姫を <laughs> あいつ結果サークルの姫を <laughs> いやでもじゃあ逆にもしかしたらなんかあれかもよ、うん、この自分が、うん、あのどデート行くんだろうとかって言って、うん、他の人に助け求めたら、うん、うわなんか俺が。 あっち顔になりたかったわあーっていう嫉妬心そうそうそう嫌な気持ちになってるかもよあとうんそうだなもうもしかしたらよ待ってちょっと最近嫉妬してるみたいになってるちょっと嫉妬も入ってんのかなもう可愛すぎて可愛いかわいいしやっぱちゃんとお姫様の性質があるあーなるほどね育ちがいいってこと育ちがいいというか チヤホヤされる才能があると思うあ、なるほどねもう向いてるというか甘え上手みたいなやっぱりアイドル目指してただけあってうん、うん、見た目もすごい可愛いしキャラもいいしさ <laughs> いじりたくいじわるしたくなるっていうのは一番でかいと思うなるほどねはい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 俺 <laughs> 青森じゃないよ <laughs> あ、よかったこれ水だよもしかしてって思ってたわけよ、さっきからこの勢いと頻繁に飲んでる感じこれ水だよ潤わしてたんです。そうそうそう、喉乾くからね。今日も暑いしあ、よかったでも分かるさっきが言ってることうん分かるかも分かるさっきが言ってることね分かる分かるでも、もしかしたらね、あのしょうこさんは女子からはちょっと嫌われるタイプかも なんかわかわるあのでもそれってあれだよなんかあの子嫌だとかじゃなくてうらやましい嫉妬であたいが好きな大城君もあっちに行っとるやないかいっていう嫉妬でしょ<笑><笑>そう絶対あったと思うわけそれはかもしれない、ね、だからかわいそうだなっても思う、まあ、確かにだって翔子はそんなつもり絶対ないと思うわけずただ対応が上手なだけでまあ確かに、ね、たまにいるよね、うん、なんでこの子こんなになんか。 可愛くできるんだろうみたいなそう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 ノリもいいしさ割りと下ネタもいけるしさわきだって下ネタいけんのにさ多分ジャンルが違うんだ。はずう何がジャンル違うよそう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 さあきはねなんかねオード色しょうこさんはピンクなんだけど色で例えんのやさあきはなんかねオード色 わかるわかる。たん、なんていうの。見えてしまったパンツと、み、見せてるパンツは違うってことでしょう。わかるわかる。言いたいことは、詐欺だって分かってる。分かってるんだけど。そうなのよね。なもうちょっと。角度変えたいよね、さっき。エロのね。え、さき。わかる自分でも、エロっていうか、ゲスなんだよな、ちょっと。エロいとかではないんだよな。難しいね。 ちょっと見習います。これからも。そうね。ああ、よう、理事にあを聞かせてもらって。えメール、ちょっと前に来てた、読めなかったやつをね。あの、見つけたんで。あ、そうだ。その前に差し入れいただきました。ありがとうございます。ご紹介しようかな。じゃ、これから。えっと。え群馬の兄蔵さんが沖縄に帰ってきてます。うん。これは、なんて読むのかな。パブロ。パブロ。パブロミニ。の。チーズケーキでございますね。

あのちっちゃい靴にいい値段するタイプのやつ。で本当はスプーンで食べるタイプみたいな。あお前こんねえって言ったらあ、二ゾさんがスプーン持ってきてないのアファーやしや。本当はスプーンで食べるやつ。そういう意味で。お上品に食べたいっていうことでしょわかるわかる。ロールケーキをスプーンで食べるみたいな。久々に久々にこいつは気遣ってこんな。いただきます。はい食べてみてどう？わすごい。 これ思った以上にチーズだうん<ー>思った以上にチーズだーうまいうまい<ー>でしょすごいしかもさっきさんっラーメン食べてきたからさめっちゃ甘いの今おいしいわうんーあいいねまあすごいおいしい牛乳の味も強いような気がするけどそんなことないなんかねすっごいなんか水分を切ったみたいなあ<ん> <laughs> <laughs> 食っしててもらって <laughs> まず見た目どうですか見た目は、うん、あのー、すごくス字ズ的にはいい焼き加減でこのまあこの時点で知らんがなって感じだけどねスズ <laughs> 的にはいい焼き加減もお前個人の話や <laughs> もうちょっと焼いてほしいっていう人もねいるかもだけどス <laughs> 字ズ的にはすごいいい焼き加減あっすいませんアニソンさん水持ってきてくだあれ<ー>嬉しいありがとう ありがとうございますそれでねあの入れたり尽せたりです、あのー、あ,ありがとうございますです,ですまでありがとうございます,です、ね、それであのー、すごいあの水分をめちゃくちゃ時間かけて、うん、もう切ったチーズの味うん,ん <laughs> <laughs> でも上手なってるうんそうです食レポはすごくうんなんかヨーグルトねなんで食べ物をさ食べ物で例えんの <laughs> 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 ももちょっと違ううんなんかいろいろ来てますねおいしい兄蔵さんいるんだったら行けばよかったっていう人もいますねうんついキャスでねうんまいありがとうございますあと、うん、でゆっくり食べよう,うん、ね、咀嚼音をね皆さんに <laughs> 長時間聞かせるわけにはいかないから <laughs> じゃ持ってきた水も飲もう、うんうん、あうまいなこの水雪解け, <laughs> 雪どけ 雪解けの水ですかありがとうございます。持って来てもらって。<laughs> <laughs> FM 那覇の雪解けの水 <laughs>。どこに雪山あるわ。こちら。えー、さきすずこんにちは。こんにちは。ちは名古屋から聞いています。<laughs> えー、熊本抜ッテン神正也さんですね。はい、どうも。 え毎回三重県にある鈴鹿サーキットのテレビ CM を見ていると、うん、サーキーとスーズーが頭に浮かんじゃいますよ過去笑い、うん、鈴鹿サーキットのテレビ CM に鈴鹿サーキットとコラボしたら面白いんだろうなって毎回思っていますああ出たーい CM にうんええー、すごい出たーいだってサギなんかの、ね、名前も実際鈴鹿サーキットから来てるからなそうねうんうん,うん、うん、最初は本当に鈴鹿サーキットだったんだよそうでもまんまはまずいっつって <laughs> そうね簡単に棒入れるっていう、うん、<laughs> <laughs> じゃあ鈴川サーキットにしますっ,って <laughs> 別にちゃんとは考えなかったけどここまで来た感はあるよね、うん、そうねでも実際鈴川サーキットっていうコンビニコンビ名にしてから営業も来てますからね三重県のそうねそうそうそうデパートの、うん、なんていうのうん、うん、物産展っていうのそうですねあれもお仕事させてもらってうん、うん、ししたたした,したライカムで、うん、そうそうそう 三重の物産そうそうそう、三重の物産それをやりましてはい結構名前で得してますよ私たちあとは車のとかも来るよね営業あそうだねうんありがたいことねやっぱサーキットだからかなうんえこちらはいおめでとうと来てます結構前のだなのであどううも結婚おめでとありがとうございますさっき焦らなくていいよ女は顔じゃない と思う多分まん <laughs> 4個ぐらい来たらね <laughs> だから「大丈夫」ってやつさ、うん、3回ぐらい続いたらちょっと小バカにされてる感あるよ <laughs> 大丈夫大丈夫だから大丈夫 <laughs> いや,いやそこまで悩んでないし、うん、昨日の営業昨日営業一人でだったわけさ、うん、司会の営業そうん、ーーおめでとうっていうのあったわけえー このさっきが喋ってる時にこの下と客席からね「ありがとうございます」さっきいつ結婚すんの?」って聞かれて「えや知らんよ」やってこっちが聞きたいわそんなもん本当になんかさっっきてセットにされるよねなんかさ例えばだけどじゃあさっき出てたけどノーブレさんとかだったらブーブーさんが結婚した後あゆに「さんいつ結婚するの?」とか言われてたのかな って一応聞くきっかけにはなってたんじゃないかな、うん、なんか不思議なんだよねなんでサーキーもってなるんだろうって、うん、女だからじゃないああ、なるほどねちょっと面白いさあーなんか別にサーキーは結婚しないから不幸せだとはも思ってないけど <laughs>、うん、全然、うん、全然広いし家確かに <laughs> <laughs> 広い家に住んでるしね、うん、そうそうそう,そう大の字で寝るし、うん、一人でそう全然もう扇風機とか足で消しちゃうおたびでね <laughs> 結婚してないから<笑><笑>全然楽しいですけどねうんなんか別にしてもしなくてもいいって感じって言一体またなんか怒られそうだな <laughs> 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 えーこちらはい鈴崎ハイサイハイサイ神奈川のノーミーハートですなりどうも先週のうちナータイム談義お疲れ様うん 確かにさっきの言う通り居酒屋では遅れると悲惨な状態になるの渋滞になるのはわかるし、うん、遅れたやつが割り勘に文句言うのはおかしいのも死にわかる、うん、ただ内地では開始時間も残業があって遅れるのはよくあるからな、うん、まず一旦家に帰って風呂浴びる習慣ないし遅れるやつは男も女も関係なく大,大体決まってるけどね、うん、って感じなのに集合時間に遅れるワンが何言っても説得力ないけど、うん、かっこ笑い。 サーキーはデートの時間はがっつり厳守のはずね。顔だけじゃなくて、行動もブスだと挨拶化されるからね。<laughs> 死にようやし。<laughs> <laughs> とにかく今週末の起承転結ライブ最後まで千張りを、どもうどもう。ありがとうございます。そう、今週末。ね、えー。ライブです。ぜひ鈴川サーキットで買ってください。チケット。お願いします。めっちゃ喜びます。うん、もう超喜びます。本当に、あの、聞いてくれて、このチケット買った時に、ね、あの、チケット買いましたよって。 てくれたらねあのお俺したいんでお俺したいんでキサンダハグですよ本当に本当本当よろしくね我々もノルマっていうものがあってねそうね本当に助かります売れないとね大変ですよ買い取りだからねぜひよろしくお願いしますお願いしますそっか内実は残業まああと電車の時間もあるからねああ確かにね県外はなるべく飲み会は早く参加したいんじゃない 普通はうそうだ、ね、沖縄ぐらい沖縄ぐらいですよね2時間も3時間も遅れてくるのへ<ー>だってぴっちり始めないとそのさ帰る時間も早く決まってる人からしたらねうん、うん、沖縄の人はもうあれさもう行けるまで行くみたいな感じさ <laughs> 確かに確かに、ね、もうなんか別にこの電車の時間もないし、うん、なんか変な話飲んでそのままとかのアホもいるさ <laughs> うん、そうね行けるところまで行くから遅れてもね遅れてもその分後で飲もうっていう考え方から遅れるやつ多いんだろうねそ、ね、うね、んうんえー、こちら行く前に一旦 CM いきましょうかねはい、えー、それでは一旦 CM いきたいと思います、はい、一旦 CM です FM はいどうもリップサービスですえ森さん今日も顔が大きいですねいや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前良い品たくさん並べたのかあ今日も滑り知らず当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで今日も報復ゼット間違いなしゼットってお客さん倒しちゃうんですかそうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ 良い品をいつも安くビッグワンビッグワンでの買い物楽しみだなえ二二円あヤンキーだだジンカリをいや僕今日お金は持ってないんですよほらあ今からビッグワンで買い物する人がジン持ってない誰かやだ持ってこいいや本当ですビッグワンは現金がなくてもエディやエイブウォレットでお得に買い物が楽しめるんですだやり方なろう良い品をいつも安くビッグワン。あーねー はいやっております月曜レジンチャンプルーでーすーアニゾーさんからのチーズケーキチーズサルトかパック内い食べてますけどね、アニゾーさん以外にもいただいておりますイエーイえっとオレさんう<ン>ん。オレさんオレさんから高級洋菓子をいただいてますねこれ食べてみてちょっと何味か当てて <laughs> スズえぇ、ー、違う待って<何>さっきもう見ちゃったんだよね ここにあるんだよねーー全然面白くない <laughs> 先に行って <laughs> さっき言ったじゃんこんなのあるんだってあそれのこと言ってたんだあそう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 えっとねかぼちゃコーンポータージュ味もうさこれさだからどっちってならんなんていうの あのうまのキャラがいなすぎてえこれうまい棒なのって見てたわけようまい棒ってねあのドラえもんが簡単になったみたいなキャラさだけどこのかぼちゃコンポタージュ味萌えキャラ1人とくまモンが乗ってるから食べさせてこれどっちが強いかちょっと教えてかぼちゃコンポタージュ味ってかぼちゃとコーンでしょかぼちゃのコーンポタージュうん かぼちゃのスープなのか別のポタージュっていうのが別のミキサーしたみたいな感じですよねそんな感じですよね食べてみてうんでもでもいはちゃんと混ざった味するの一緒いつものコーンポタージュと一緒うん何味なのこれは何味なのかぼちゃとコーンが混ざった味するちゃんとうんえコーンのみあれっだろ コーンのみの味。うん？ね？コーンだな。うん。<laughs> コーンの味しかしないぞでもかすかにかぼちゃの甘みはあるかも。え？<こ>うん。これコーンっすよね。かぼちゃの香りがちょっと最初にしたけど、うん、<え>もうコーンポタージュ味のうまい棒に慣れてるから、うん、その味しかしない。あ。 なるほどね我々のこの記憶がうん別に別にカボチャ味しなくてもいいなってそんなに美味しいからね普通にね普通に美味しいからうちーさんはいんで「m 1グランプリ」の予選受けんかったのよそうねなかなかねいろいろねそうねいろいろね勝ったら困るではないですけど ちょっと県外に行くことができなかったんですよね単純にうそうスケジュール的なのもございますそう,そうね。入れてたんだよ入れて営業が入ってたのよねそもそも酒が。うーん。営業が入ってたこの夜二日間ぐらいが、ね、申し訳ない。何かまた違う形でチャレンジできたらいいなと思ってますよ。はい。こちらハイサイツトムです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日エイリアン小名南斗を見に行きました。うん。声というか裏切り。うん。生態の始まり。 今まででの物語を疑うようよな映画でしたね、うん、怖いというと来月は西洋のお盆ですね、うん、日本も外国もその地域のお盆の季節にホラー映画が始まりますね、うん、す仮装って知っっててますうん、うん、仮装って普通のあれですよねハロウィンのコス,コスプレですよね,すよねやるやるやるもう好きなんかの仕事がね、うん、そうねコスプレしてるようなもんだから <laughs> 毎回毎回確かに確かに。<laughs> この前さ詐欺がこんなことやってるの知らない昔からの友達詐欺の車に積んでるさ中学校の時の制服見つけてからまだ来てんのって言われたの趣味みたいに言われたのよ怖かったはず怖かったはずよなんで今何だにってこいつまだ25になってまだこんなこと言ってるわ普通押し入れに入ってるものだからみんなからしたらカビ臭いやつだけどな普通はなんで柔軟剤の匂いするわちょっと使ってるんですよねそっかもうハロウィンの ね季節やってきますかそうね早っていうことはそっかさっきもうそろそろ25なんのかうわ早いねうんやだな25はでもまだ若いっすよねいや全然若い全然若いっすよねうん25はまだ何でもできますよねうん空も飛べる大丈夫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 年でね、ね、をうやつは 学校出直しししたたたううがいい <laughs> どうしたのどうしたの <laughs> なんたの何 <laughs> かああっったたののか <laughs> かねあのお年でさ何 <laughs> か言うのってあんまり好きじゃないあ<ー>なんか何歳だからとか言うじゃうん私おばさんだからとかうん全然そんなことない、ね、でも謙虚が過ぎてるんだと思うけど日本人の場合はそうかもしれないねうんうんでもね年を理由にするのはダメかもしれないなう でも何<然>ていうの開き直ってるやつもいない <laughs> <ー>なんか<る>ごめんねちょっとディスリーだけど、うん、結構なかなかいい年齢のおばさんが、うん、なんていうのミニスカでフリフリのをつけてたら、うん、着たいもの着ていいじゃんって言うと思うけどさっきからしたらそれは年を。 なんていうの言い訳にちょっとしてもいいと思うというかあーなるほど、ねうん、ちょっと難しい問題だけどね、ま、確かに確かにちょっと難しい問題だけど、うん、あー年なでも年を理由にやらないのはちょっと違うかもしれないですねうん怖いのかー全然見に行ってないなーうん見にも行きたいけどね,そうねありがとうございます、はい エルの方は以上でございます。うん、はーい、ありがとうございます。ありがとうございます。あー、めっちゃなんかいっぱい。<laughs> チーズケーキも後で食べれる幸せだ。んーねえ、いっぱい来てんなね。ね、ありがとうございますねーはーい。なんかめっちゃ喉が開いてんな。<laughs> <laughs> ずっと泡盛みたいに飲んでるじ <laughs> だからさ。ちび,ちび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 。昨日一人で飲んでたの？いや、昨日はね、あの中学校の時のクラス会があって。ああ、なるほどね。ちょっと営業終わりに顔を出してきたんですけど。う すぐ帰るつもりが最後まで残っちゃって。ああそういうのわかる。そうそうそう。すぐ帰ろうとしてもね。あと中学校の時のノリってあるさなんかクラスメートの。あるわ。そあの当時の時のキャラでいじられるみたいな。はい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 。でカラオケついて一発目に歌わされてさ。ええ。うわあきついわ。しかもシラフでしょ？シラフだけどあの二次会の司会の帰りだから声はできてるわけさ発声はやってきた。発声はやってきてるわけ。なるほどね。めっちゃ歌いやすかったよ。 一発お前一曲歌ってきたんかって言われたもん仕事後だからさっつっていや楽しかったですよあっちでもお前の話出たよえ結婚の話をえみんなだからよみんな言う怖わだからよすごいだからつながってんだってねどこでもほんとそうだねどんな時でも気をつけんとやだから ただでさえさ、え簡単に伝わるのがお前、昔覚えてるかな、うん、知らない人になんか声かけられてかわいいねっつってどこから来たのあ沖縄市です沖縄市のどの辺あ宮里です。郵便番号はって言おうとしていからマネージャーが止めるっていう。<laughs> お前完全に言うと尋問では個人情報言おうとしてるやつ確かにただでさえお前こんなふわって広がる時代だよ確かにね沖縄市小沢まで行ったからね <laughs> <laughs> あと番地行ったらもう終わりだよ <laughs> 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 ああってマネージャーが止めてくれたからよかったけどいや小沢まで行ったらテルやさん <laughs> <laughs> 今,今村です村 <laughs> 今村村隣の家が2キロ先っていう <laughs> おじいが、<laughs> <ー>畑で畑で疲れたおじいが道端で寝てるんだろう <laughs> そんなところだろ <laughs> ないお前が今住んでる, <laughs> 住んでるところ誰か <laughs> <laughs> がめっちゃバイバイしてるんだけど <laughs> ほんとだーありがとうございますなにびっくりしたなもうさほんとに怖かったからさ昨日昨日っていうか、うん、あの人たち何か見えてるのかなって思ったんだけど 知らない人に手振られるってこんなに怖いんだなだからずっと振ってたわけよめっちゃわかるなんかずっと振ってたさっき目も合ってる感じしたもんねそうそうそうだよねうん誰だろうなんだろうねその割には手振ったらすぐ行っちゃからさ本当に気付いてほしかったのかな幽霊かもよ怖い自分の存在知られたい幽霊かもただあの幽霊旅行バックヒートだけど めっちゃ大きいやつ。めっちゃ。提携機械入ってるし。幽霊かもな、怖いな。だからさお家帰っても、あの家なりと思うから、ただの。そうね。あ、気にしないで、それは。はい。そんな気にしないでください。そうですね。それでは、また来週の月曜日お会いしましょう。お相手は鈴川鹿咲太のサーキット。鈴でした。また来週の月曜日、バイバイ。